Alright, welcome back. It's time for chapter 3. And this opening is cool, so I'm just going to turn off my mic for it.心配すんな。さっきまで一緒だったんだろ。すぐその辺で会えるって。やだやだ。私に勝てしたくない。あんたも見たでしょ。蛇の死体。頭がばっくり割れて。人はいつになくられたのよ。思い出させんなよ。頼むから。 どこ行ったんだ。 And that's pretty much the good part. Wasn't that a really cool, just black screen with sound and text? I like how she doesn't even try to get away right here. Look how slow she walks. Yeah, nothing to see there. もしもし。助けてくれ。
I don't know if it's gonna work for you, but that only comes through my left headphone thing.気の毒に。あなたは。私はここで死んだ幽霊です。お気の毒って。お友達は触れてしまったのです。 この学校そのものを縛り付けている恐るべき呪いです。その呪いに触れた者は精神を侵され、心を守るために突発的に防御反応が起こって自害を選んでしまう人もいます。人によっては錯乱状態に陥ったり、何の予兆もなく突然周囲の人に危害を加えたり、症状は様々ですが、 そんな。お友達が亡くなった今、この学校、この空間で生きている人間はもうあなたしかいません。嘘。あなたはこのまま死ぬまで一人ぼっち。 Man, this entire video is just going to be this opening.
私、こんなに強くないよ。セイコ。セイコ。おや、誰か、助けて。偉いぞ。よく泣かなかったな、ユカ。ユカ、泣いてないんだもん。ここに連れてこられた生命エネルギーは全部で9個だ。9つの魂がさっき入ってきた。俺に、ユカに、ナオミ、ヨシキ、篠崎、先生、篠原、鈴本に森重、あの場にいた全員か。くそ！お姉ちゃんたちみんな、この学校にいるのですか？いや、今言ったように多重次元にチリチリになっている。同じ校舎であって違う場所にいるから全員と会うのは難しいと思う。下手に逆らってこの学校の怒りに触れるとどんな目に遭うか。Sounds scary. I wonder what. No. 忠告はありがたいが、俺たちは絶対に。全員揃ってここを脱出してみせる。兄ちゃん、みんないいやつなのにこんな目に遭わされる理由がない。理不尽な蹂躙には絶対に屈しない。今時珍しいな、その心。どうかなくさずにいてくれ。誰も死なせたくないという気持ち、どんな現実が待っていようとも、その心を最後まで保ち続けられれば、全員を救うことはできなくても運命を少しでもいい方へ導くことができるかもしれない。私たちのようにならないでくれ。お兄ちゃん、どうした？学校の怒りにって何のこと？なんだろうな。Computer. この校舎自体に意思があるとでも言うのか。よし、とにかく先生やみんなを探そう。途中で出口が見つかったら、お前は先に家に戻るんだ。Yep, this whole video is just going to be this opening. 玄関や非常口、屋上なら外に出られるかもしれない。それでいいか？There we go. So that's pretty much all. Oh yeah. Yeah, good.I just use a tiny key. I'm pretty sure that says the same as it said last time. And there's a board over there. But we'll continue next time. So goodbye.